私は家族を愛しています。家族とは仲がいいですね。なので楽しいことの方が多いかと思うんですけども、私はあんまし子育てに困った経験がないです。いつも友達のように息子も娘とも接していますので、いつも楽しいですね。家庭を築いていくには努力と忍耐、そして思いが必要だと思うんですよね。でビジネスも同じだと思います。そしてスタッフも愛しています。スタッフも、私の家族の一員です。私のテーマは思いなんですけども、人を思うとか、スタッフ同士の思いやりとか、そういうのが大事だと思うんですよね。で家族に対してもそう思うとか願うとか感謝の気持ち、これを私は見るのが大好きです。私はフォエバーに出会う前は6畳一間でサロンをやっていたんですけども、フォエバーに出会ってビジネスをやっていく中で、ここの本店と2店舗3店舗4店舗っていう風に仕事を展開していけたので、それが一番の財産になっています。で、日本全国に、うちのゲットレディを広めて、そこに働くスタッフが、健康で幸せに豊かになってもらいたいっていう思いがあるので、それを達成するまでやめられません。家族、子供がやっぱ夢を叶えられるような環境を作っていきたいっていうふうに思っています。ですからそれが私の目標であり、夢を達成するのがうちの家族の目標だと思います。私は三宅香織です。私は家族が大好きです。私はダイヤモンドマネージャーです。私はフォエバーです。